沖の暗いのに白穂が見える、あれは紀の国みかん舟と歌に歌われる元禄時代の豪商紀の国屋文左衛門のお話です。文左衛門は大変頭の良い商人でした。その年は江戸に大変みかんの少ない年でした。そこで紀の国屋文左衛門は思い立ちました。江戸の衆にみかんを食べさせたい、おいしいみかんをここにあるよ。ほら、おっとっと、物思いにふける文左衛門と、そこに現れたのは文左衛門の言い名付けお袖、大層愛らしい娘です。何を考えているの？文左様、文左様ったら、ああ、これはお袖さん。あれ？いいな、文左さんが羨ましい。江戸の衆に甘いみかんを届けます。きっと江戸の人々は喜ぶでしょう。もはや出船でござります。さあ、はよう、はよう。そうか、それ、帆あげろ。出帆だ。こうして船は海原はるか紀州からたわわに実ったみかんを積んで江戸へ向かうことになりました。お袖ともしばしお別れ。文左様、お袖さん、さよなら。紀州灘は穏やかです。さて、雲の上では雷の親分が娘と暮らしておりました。おいたい、こしゃくなみかん舟、覚悟いたせ。よし、よいか、みかん舟を打ち沈めるのじゃ。子分に命じました。喜び勇んだ子分。嵐を起こし船を難破させることを生きがいにしているこの子分が、嵐を起きろ、嵐よ、みかん舟を沈めてしまえ。嵐を起きろ。一点にわかにかひくもり、激しい風雨が船に襲いかかります。大変だ、嵐だ、嵐だ。みかんを守れ。とどろく雷鳴、吹き募る風。雨は滝のごとく降り注ぎ、あわやみかん舟は海に飲まれるか。なんとしても江戸の衆にみかんを食べさせたい。
いよいよ激しさを増す雨と風。文座はひるむことなく必死で船を守ります。木の葉のように揺れる船、不吉なる風雨、いよいよたけり立つ嵐、船を飲み込もうとする波の雄たけび。文座は懸命に嵐と戦い、みかんを守ります。やがて嵐も晴れて、みかん船は無事江戸へ着きました。江戸の人々は文左衛門が運んできたみかんに大喜び。みかんは飛ぶように売れ、文左衛門は大金持ちになりました。そもそもお客の始まりは、高麗もろこしは存ぜぬど、今日本に隠れなき紀伊国文座でとどめたり、紀伊国文座でとどめたり、かっぽれ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 。歌への豪遊に文座の名前はいよいよ高く、花のお江戸に春を呼ぶ。みかん船一巻の終わりです。